マーク・アンドリュー・ピート・ミッチャーは、アメリカ海軍の軍人であり、最終階級は大将、第二次世界大戦後半の太平洋戦線における、高速空母機動部隊の指揮官として有名である。マーク・アンドリュー・ミッチャーは1887年1月26日、ウィスコンシン州ヒルスボローで、商社員のオスカー・ミッチャーとミルタ・ミッチャーの息子として、生まれた。父は、 ドイツ系移民で木工職人だった祖父アンドレアス・ミッチャーは1850年代に移民としてニューヨークに着き、ここで同じドイツ系移民の娘と結婚して、当時バイエルン、オーストリア由来のドイツ系移民が多く居住していたヒルスボローに移った。アンドレアスの次男だったオスカーは木工職人の職にはつかず商社員となり、勤務先の経営者の娘だったミルタと結婚した。 両親の性格は、正反対で、オスカーは短気で、山下的かつ賭博好きなところがあり、ミルタは、それとは逆に穏やかで、無口な性格だった。しかし、家庭は至って平穏であり、何ら特筆すべき事情もなかった。また、ミッチャーには2歳年上の姉と7歳年下の弟がいた。翌1888年、一家は、オクラホマシティで、 ネイティブアメリカンのエージェントを務めていたアンドレアスの下に引っ越した。木工職人からエージェントに転身したアンドレアスは、後にオクラホマシティの市長を務め、両親もオクラホマシティで新たに商店を開き、さらにオスカーは市の助役に就いたり、当選はしなかったが、ウィスコンシン州知事選挙に出馬するなど、政治的な動きも活発にいった。ただし、 オクラホマシティで暮らしていたにもかかわらず、記録上では、ミッチャーは、ワシントン DC の小中学校で勉強したことになっている。1904年、17歳になったミッチャーは、海軍兵学校に入学する。ミッチャー自身は、海軍は、愚か海洋方面にはさほど興味を持っていなかったようだが、オスカーがなぜか、アナポリス行きを願っており、地域のオクラホマ終戦室の、 バード・エス・マクガイア会議員の推薦をもらって入学することになった。この時同時に入学したものの中には、リッチモンド・ターナーやトーマス・シーキン・ケイドラがおり、卒業年時からアナポリス1908年組と呼称された世代である。父の願いを受けてアナポリスに進んだミッチャーではあったが、思わぬ事件に巻き込まれて退学を余儀なくされる。アナポリスに入って2年目の秋、 クラスのグループ同士で発生した喧嘩で死亡者が出た。これを受けて、暴力行為現金の通達が出たり、死亡事件に関する調査が行われた。ミッチャーが殺人を犯したわけではなかったが、成績が劣等だったことや日々の素行が芳しく、なかったことなどから目をつけられ、退学処分が下されたのである。オスカーは再び、マクガイの推薦を得て1906年に、 ミッチャーをアナポリスに再入学させたが、再入学したミッチャーは、年下の上級生からのいじめを受けるなど辛い日々を過ごすこととなり、内向的、反抗的、被写公的というレッテルを貼られる。しかし、アナポリス時代は辛いことばかりではなかった。時は、ライトフライヤー号の初飛行から10年も経っていなかったが、早くも航空に関する書物が出版されており、ミッチャーは、 校内でそれを読んで航空への関心を深めることとなる。ちなみに、再入学時の同期には、チャールズ・ウェイ・パウナル、フレデリック・シー・シャーマン、後に、レーモンド・スプルーアンスの参謀となる、チャールズ・ジェーム・ユーアラがおり、卒業年時からアナポリス1910年組と呼称された。1910年、ミッチャーは131名中103位の成績を持ってアナポリスを卒業し、 卒業後2年間の研修期間の間は、士官候補生として、総工寿命用館、コロラドのリクとなり、1912年3月7日に、商位に任官した。この間、寄港先のブレマートンで後に妻となるフランシスと出会い、1913年1月に、結婚する。その後、1913年8月の米木紛争に、備えて、西海岸にいた総工授務用 カリフォルニアに移った。駆逐艦、ホイップル、スチュワート・キングの後、1915年9月にアメリカ海軍において航空機を運用した初めての艦艇のうちの一隻である走行巡洋艦、ノースカロライナに飛行訓練のため配属された。これより、先の1910年11月、ミッチャーはパイロットを志願するが、志願が通って、 ペンサコーラの飛行学校に入学したのが1915年のことであった。翌1916年6月2日ミッチャーは海軍パイロット第33号となり、東海岸の各海軍飛行場で勤務した後海軍、作戦本部勤務となって、その後第一水上機軍団に配属となった。また、1917年4月6日には、 カタパルトの運用実験のため走行巡洋艦、ハンチントンに配属され、実験はフロリダ州ココナッツ、グローブ近郊のディナー系に転じてからも続けられた。1919年5月10日、ミッチャーは海軍の大西洋横断飛行遠征で3機のカーティス NC 飛行艇のうちの1機、NC-1 のパイロットとしてニューハンドランド島を出発した。NC-1 と NC-3 は、ノームのため、アゾレス諸島の近くに着陸した後、荒れた海のために、他の一機の NC-4 と合流できず、残りの工程を断念した。結局、NC-4 だけが横断に成功したものの、ミッチャーもこの歴史的な飛行における功績で、海軍主勲章を受賞した。1919年10月14日からは、 カーティス NC 飛行艇の母艦として活用され、一時的に太平洋艦隊機関となっていた、不設艦、アローストックのヘンリー・シー・マスティン艦長のもとで勤務し、1921年7月1日には、大位に昇進した。翌1922年5月、ミッチャーは太平洋艦隊からアナコスティアの海軍航空基地に転勤し、ついでアメリカ海軍航空局勤務となった。 1926年には空母、ラングレイ飛行長となり、巡洋戦艦から改装された。サラトガが収益すると、同艦の飛行長に転じ、サラトガへの初着艦を自らの手で行った。1929年に副長としてラングレイに復帰した後、1934年にサラトガで副長、1935年は航空局飛行課長を務め、 1937年には、水上規模艦、ライト艦長となる。第一偵察航空男子機関を経て1939年6月から1941年7月まで、航空局次長を務め、その後1941年10月に、空母、コーネットが収益するとその初代艦長に就任する。この20年の間、ミッチャーは、水上勤務とデスクアークを繰り返し、 様々な上官にも接した。そのうち、ジャック・タワーズとアーネスト・キングはに大巨頭とも言うべき存在であった。タワーズとキングは航空局トップの座などをめぐってライバル関係にあったが、ミッチャーは双方から部下として引き込まれた。すなわち、タワーズが航空局計画課長の座にあった時、ミッチャーはパウナルラと共に計画課に配属され、航空局飛行課長時代はちょうど、 キングが航空局のトップの座にあった時であった。ミッチャー同様に、喫水のパイロットだったタワーズは、海軍航空パイロット界のクラウンプリンス的存在であり、タワーズを崇め立て祭る喫水のパイロットの出身者は、キングなど、中年以降に、パイロット資格を取得して航空に転じた召喚を、キーウィと呼んで嘲笑していた。ミッチャーは、こういった動きには縁がなかったものの、後に、 タワーズらによって、第二のクラウンプリンス的存在になっていく。ホーネット艦長日本本土攻撃直前のミッチャーとドーリットル、ホーネットは、真珠湾攻撃後の巡航により、集中的完熟訓練だけを1942年1月31日に終わらせる。2月2日、ホーネットの将来の任務のヒントになる事件が起こった。この日、 ホーネットは2機の陸軍航空隊所属の B-25 ミッチェルを搭載していた。会場での2機の B-25 は、ホーネットの乗組員に驚きと戸惑いを与えた。ホーネットは戦闘準備のためのフォークに寄港し、3月4日にパナマ運河経由で西海岸へ出港したが、ほとんどの乗組員には、B、B-25 での訓練が何を意味したのか気がつく、ものはなかった。 しかし、艦長の立場にあったミッチャーには、真相は分かっていた。ホーネットの集中的艦熟訓練が終わってない頃、ミッチャーは、姉妹艦、ヨークタウンで、合衆国艦隊航空参謀、ドナルド・ビーダン艦隊佐から、真相を知らされる。真相とは、所詮の敗戦で、賃貸気味の米国民を奮起させるための東京奇襲、であり、 海軍作戦部作戦参謀フランシスエスロー大佐が、ホーネットの訓練状況を見た帰りに思いついた作戦だった。ローの思いつきをダンカンが5日間でそれなりの形に練り上げ、作戦か可能かどうかミッチャーのもとに話を持ち込んだのだった。この時点でのミッチャーの回答は定かではないが、ホーネットがサンディエゴに到着すると、改めてダンカンより、作戦の主催の説明を受ける。 3月31日から4月1日にかけて、ホーネットに16機の B-25 が搭載され、機密保持のため、これらの B-25 は、真珠湾へ運ぶということにされた。ミッチャーの元には、キングから、ホーネットのウィを祝う電報も届いた。4月2日、ホーネットは、第18任務部隊の従順洋艦や、駆逐艦、給油艦とともに、サンフランシスコを出撃し、 出港してしばらく経った後にミッチャーは館内放送で東京奇襲を公表し、護衛の所管にも信号で東京奇襲を伝えた。東京奇襲を知らされた乗組員は歓声を上げて士気は高まり、4月13日には援護役のウィリアム・ハルゼ中将率いる第16任務部隊とミッドウェイ島北方で合流して B-25 の発進予定地点へと急行する。 当初の予定では、ジミー・ドーリットル陸軍中佐率いる B-25 は、東京を夜間奇襲する手はずになっていたが、4月18日、未明に特設監視艇第23日、東丸などに発見されたことによって、日本側に察知されたことを悟ったハルゼーは、夜間奇襲を昼間強襲に切り替えざるを得なかった。ハルゼーはミッチャーに緊急メッセージを多伝し、ドーリットルは、 ミッチャーと握手をして、部下と共に B-25 に乗り込み、順次ホーネットから離陸していった。ホーネットの第18任務部隊は、第16任務部隊と共に直ちに東に向かい、4月25日に真珠湾に帰島した。間もなく、ホーネットは第16任務部隊の指揮下に入り、4月30日に真珠湾を出撃して、産後海に急行するが、 5月8日の産後会改選には間に合わず、ナウル方面を行動して5月26日に真珠湾に帰投する。ミッチャーは5月31日付で少々に昇進し、本来ならホーネット艦長の座を降りることとなっていたが、公認のチャールズ・ P ・メイソン大佐の艦長としての技量が十分でないと判断されたため、ホーネットの指揮は引き続き、ミッチャーが取ることとなった。 状況は目まぐるしく変わる。ハルゼーが皮膚病を悪化させて、第16任務部隊の指揮をスプルーアンス少将に委ねることとなり、暗号解読によりミッドウェイ島に日本艦隊が押し寄せてくるであろうと判断された。ホーネットは引き続き、第16任務部隊の一艦として、フランク・ジェイ・フレッチャー少将の第17任務部隊と共に真珠湾を出撃して、 ミッドウェイ島近海へと急行する。この時起こったミッドウェイ海戦でアメリカ艦隊は日本艦隊を打ちのめして戦争の流れを決定的にひっくり返したが、その大勝利の影でミッチャーとハルゼーに代わって第16任務部隊を指揮するスプルーアンスとの間ですれ違いが起きる。アメリカ側の偵察機が日本艦隊を発見したことにより、 両任務部隊は次々と関西機を発信させる。エンタープライズに座上するスプルーアンスは、フレッチャーの第17任務部隊が視界内になかったので、ミッチャーに対して、ホーネットを事故の視界内に留まらせるよう信号を送る。両任務部隊から発信した関西機は特に連携することもなく、日本艦隊を探し求め、ヨークタウンとエンタープライズの関西機には、 幸運が訪れて、なぐもただかず中を率いる第一航空艦隊の空母に絶望的な打撃を与えたが、ホーネットの艦載機の大半は日本艦隊を発見できず、第一航空艦隊に接触しつつあった第八、来撃機体は唯一の生存者であるジョージ・ H、G ・イチ・ゲージュニア少尉を残して全滅し、SBD ドーン・トレスも半数を燃料不足で壊没させてしまった。 戦闘機体は10機べてが燃料切れとなり、2名のパイロットが失われた。残存機はミッドウェイ島を経由して、ホーネットに帰ってきた。第1航空艦隊で唯一健在だった、飛竜の艦載機がヨークタウンに打撃を与え、フレッチャーはスプルーアンスに任務部隊式の全権を委譲。スプルーアンスはヨークタウンの生き残りの航空機を引き取り、 再度の攻撃をかける体制を作り上げたが、ここに至って錯誤が生じる。健在だったヨークタウンの作敵機が飛竜を含む日本艦隊を発見して通報し、スプルーアンスはこれを受けて第二次攻撃隊の発進を命じる。しかし、スプルーアンスの爆量がミスを犯し、攻撃命令が伝達されていなかったばかりか、誤った敵情を伝えていた。 ミッチャーの元にも攻撃命令は届いてなく、エンタープライズが第二次攻撃隊を発進させている光景をただ見ていただけだった。遅ればせながら爆料が正しい命令を伝え、ホーネットも第二次攻撃隊を発進させることができた。この第二次攻撃隊は、飛竜に痛恨の一撃を与えて、ここに第一航空艦隊は壊滅した。ところが、 ホーネットの攻撃隊の一部が早々に帰還して来るのを見てスプルーアンスは首をかしげる。これが命令に反した装備を行ったがために燃料搭載量を減らした結果であることを知ったスプルーアンスは第一次攻撃隊の件を含めてミッチャー本人およびホーネットそのものに対して失望の念をますます強くした。翌日スプルーアンスは追撃を行い 第七戦隊の従順洋艦、最上王と、三熊に大打撃を与えて、三熊大破の地、沈没、最上王大破の戦果を挙げた。回戦が終わり、スプルーアンスは、個々の評価を採点する。そして、ミッチャーに対する評価は、遠回しな表現ながら、適切な行動を取らなかったとして批判した。スプルーアンスによる、ミッチャー批判はおおよそ次の点に集約された。 著述家のトーマス・ B ・ V ・ L は一連の作語とスプルーアンスによるミッチャー避難について次のように表している。スプルーアンスがミッチャーに対してこのような考えを持ったことは不幸なことであった。彼はこのパイロット出身のミッチャーに対して心の中から偏見を抱くことになったからである。トーマス・ B ・ V ・ L、提督スプルーアンス241ページスプルーアンスは 開戦後の6月18日付で太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ対象の参謀長となり、ミッチャーもまた6月30日にホーネットの艦長任務をメーソンに譲った。ホーネットがサンタクルーズ諸島で10月26日に失われる4ヶ月前のことであった。ミッドウェイでの行き違いが解消され2人が和解するには多少の時間を要することとなった。 ソロモン諸島航空指揮官ミッチャーは12月までハワイ方面で第二偵察航空団指揮官を務めた後12月23日からはヌメア艦隊航空団指揮官に就任するそして1943年2月にソロモン諸島方面航空指揮官に就任する部隊は陸軍航空隊海軍航空隊海兵隊航空団ニュージーランド空軍の混成で 連携も環境も良くなく士気は低かった。ミッチャーは、まず、これら負の面を徹底的に改善して、部隊環境を整えた。ガダルカナル島から日本軍が撤退した後で大規模な戦闘があまりなかった時期ではあったが、制空権の争いは依然行われており、ミッチャーが部隊に着任した2月には、聖バレンタインデーの虐殺に例えられた一方的な敗戦もあった。 それでも部隊は環境改善の結果次第に戦果を重ねるようになりミッチャーはこれに応えるべくウイスキーを勲行賞代わりとして戦果を挙げた部隊に授けたりもしたソロモン時代のハイライトは連合艦隊司令長官山本56大将の蒸気を撃墜した一件である日本側の暗号を解読した二密追加太平洋艦隊はフランクノックス海軍長官 フランクリン・ルーズベルト大統領に司祭を転送した上で山本を撃ち取る許可を得て、許可は春勢からミッチャーの下に転送された。ミッチャーは主要幕僚を招集して山本撃ち取り計画の細部が練られ、選抜されたパイロットたちによって山本は撃ち取られ、日本に大きな衝撃を与えた。山本を撃ち取った後、次なる戦いは中部ソロモン諸島で始まった。 日本軍の前進基地のあるムンダを有するニュージョージア島の戦いを中心として海に空にと攻防戦が繰り広げられる。しかし、そんな最中にミッチャーのソロモンでの任務は突然終わりを告げる。ヘンダーソン飛行場にある司令部に着任して約5ヶ月、酷暑と高い湿度とともに絶え間ない精神的緊張はミッチャーの健康状態を損ねることとなった。 トメはマラリアに感染したことで、4つの悪条件が重なって、ミッチャーの体重は52キロにまで落ちていた。ミッチャーの健康状態を憂慮したハルゼーは、ミッチャーに休暇を与えるよう要求し、太平洋艦隊はこれに応えて、ミッチャーをサンディエゴの西海岸艦隊航空団指揮官に就任させた。部隊の工事をネイサン・トワイニング陸軍少将に託したミッチャーは、 サンディエゴに向かい、1944年1月まで、その任に当たった。サンディエゴでのミッチャーはそのポジションが、名目だけ完食だったせいもあってか、ほとんどの機関で釣りやスポーツに興じていたが、これは、自由のままとし、できる限り早く健康を回復させることという、非公式の命令が、太平洋艦隊からサンディエゴに届いていたからであった。話は少し遡り、 合衆国艦隊は5月15日に、各任務部隊の規模を艦隊規模に拡張して、番号を割り振った。以後、春勢の南太平洋部隊は第3艦隊となり、同様に中部太平洋部隊は第5艦隊となった。この時点で主に日本海軍と対決していたのは第3艦隊であったが、キングやニミッツは将来展開される作戦の中核に、 第五艦隊を考えていた。そして、第五艦隊の中心をなすのは続々と建造される、エセックス級航空母艦やインディペンデンス級航空母艦、アイオワ級戦艦などの新鋭艦であった。ニミッツは、第五艦隊のトップを慎重に検討した末、自身の参謀長だったスプルーアンスを中将に昇進させて据えることにした。艦隊の中核をなす。 第3空母部隊のトップには2つの選定で、ミッチャーと同期のパウナルが就任したが、パウナルの前職は西海岸艦隊航空団指揮官で、ミッチャーはパウナルの後任だった。一連の人事は8月5日と6日に発令され、パウナルは第3空母部隊を率いて南鳥島やウェイク島、タラワを攻撃した。一種のお試し期間を経て、 空母任務部隊の運用に関するデータを蓄積した。あと、11月のガルバニック作戦や12月のクエゼリン攻撃なども多少の損害があったものの作戦や運用はお胸、成功した。他方、第三艦隊でも唯一手元にあったサラトガを中心に第38任務部隊を編成し、そのトップには、これまた、ミッチャーと同期のカイシーシャーマンが就任して11月2日の ラバウル空襲などを成功させていた。第58任務部隊、マーシャルところが、クエゼリン攻撃の後に、パウナルは司令官から降鉄される。そもそもの始まりは、南鳥島攻撃では反撃の恐れがなかったにも、かかわらず、パイロット救助任務を潜水艦に丸投げして即座に被したとか、タラワ攻撃では、再攻撃すべきとの進言をしけて被したとか、 挙句の果てには、機動部隊を率いることを後悔した発言をした、などという話が上層部にご中心されていたが、そのご中心先の一つが、海軍航空のクラウンプリンスだったタワーズだった。1942年10月以来、ハワイの太平洋航空部隊司令官を務めたタワーズは、第5艦隊創設時に、その指揮官を強く望んだが叶なわなかった。 ご中心を受け取ったタワーズは、ニミッツに対して、パウナルの鋼鉄を進言したのである。12月末、ニミッツは、タワーズ、太平洋艦隊参謀長、チャールズ・マクモリス少将、同艦隊作戦参謀フォーレスとシャーマン少将と、協議を行い、スプルーアンスに何も知らせずパウナル鋼鉄を決定して、その後任として、ミッチャーを据えた。この決定にスプルーアンスは怒りを見せた。 スプルーアンスはパウナルの一連の働きには満足しており、その後任がミッドウェイの一件以来嫌っていたミッチャーだったのが気に食わなかった。スプルーアンスはこの鋼鉄劇がタワーズやその一派による陰謀だともみなしており、もともと嫌っていたタワーズを一層憎んだ。この決定に不満をあらわにした提督がもう一人いた。ミッチャーと同期のカイシーシャーマンであった。 カイシー・シャーマンは日記に次のように記す。航空作戦はミッチャーの指揮下となり、3つの任務部隊に分割された。ミッチャーもパウノールも大規模な任務部隊を指揮するには、経験不足。スプルーアンスは航空部隊を指揮する能力がなく、爆量の使い方も下手だ。運用に関しては、専任者たちよりも経験豊富な自分がこの地位につけると思っていたが、 これをよく知っている彼らは嫉妬心を持っている。この配置では自分の出番はないように思う。フレデリック・シー・シャーマン、1944年2月2日の日記、谷光太郎、米軍帝督と太平洋、戦争434ページ開始シ,シ,シャーマン案が却下されたのは、タワーズが開始シ,シャーマンを自己中心的などとして低い評価しか与えていなかったのが理由の一つであった。 ともかく、ミッチャーは初めて任務部隊を率いることとなった。しかし、スプルーアンスは、航空船の助言者として、ミッチャーではなく、太平洋艦隊副司令官になったタワーズに代わって、太平洋航空部隊司令官に就任したパウナルを用いた。任務部隊司令官としての偉人は、クエゼリンの戦いの援護だったが、エニウェトクの戦いの支援作戦である、トラックマ空襲では、 空母ング部隊を含めた全艦隊の指揮をスプルーアンスが事実上仕切ったためあまり出る幕がなかった。これはミッチャーとスプルーアンスの確執が原因ではなくトラック諸島から出てくるであろう日本艦隊を自らの手で叩きたいというスプルーアンスの希望によるものだった。それでもミッチャーの艦載域はトラック諸島内の日本艦船をほとんど叩きのめして 重要基地としての価値を事実上消し去ることに成功した。ところで、ここまでの戦いの中で、スプルーアンスはこれまで嫌をしていた、ミッチャーの戦いぶりに関する認識を根本的に改め始めるようになった。トラック島空襲の後、広古の憂いを立つため、マリアナ諸島にある日本の航空基地を奇襲することを、ニミッツが提案したが、スプルーアンスとミッチャーの意見は初めて一致し、 さらにスプルーアンスは奇襲作戦の前権をミッチャーに託した。ミッチャーは任務部隊を率いてマリアナ近海に急行し敵に発見されたという伝聞でスプルーアンスを慌てさせたものの奇襲は完全に成功してマリアナ諸島の日本の航空基地は大いにその価値を現じた。ミッチャーの任務部隊指揮官としてのウイは周囲からの妬みや反感などもあったが結果的には 極めて巧妙かつ積極的であり、有能な指揮官であることを立証した上で、空母部隊の持つ力と機動力等を最大限に発揮してみせた。戦いの後、パウナルは助言者の役目を終えて、真珠湾へと移っていった。この後、ミッチャーは3月21日付で中将に昇進し、立場も第3空母部隊司令官から太平洋艦隊高速空母任務部隊司令官となった。 任務部隊の名称も第58任務部隊に固定されるようになった。また、参謀長として31ノットバークことアーレイ・バーク少将が就任する。これは、主要艦隊の指揮官が水上艦出身者であれば、参謀長は航空出身者、指揮官が航空出身者なら参謀長は水上艦出身者という1944年1月に、 同意された原則に基づくものだった。もっとも、ミッチャーは、当初、水上艦出身のバークが参謀として頭つが割れた、ことを、よくは思っていなかった。なお、パウナル港鉄撃のあった1943年12月頃に、中部太平洋方面の艦隊の司令部を、第5艦隊と第3艦隊の交互に指揮させるプランが創出され、 スプルーアンスとミッチャーの組み合わせが決まった後、ハルゼーの下で、空母任務部隊の指揮を取る者の,の選定が行われた。ミッチャーは、同期で、自身の任務部隊司令官就任に不満を述べていた、カイシー・シャーマンを推薦して、ラバウルクー・時の上官だった、ハルゼーも指示したが、キングが独断で、子外のジョン・エス・マケインシニア少将を選定し、カイシー・シャーマンは再びに英雄を飲まされた。ただし、 タワーズと同期のマケインが正式に第二高速空母任務部隊司令官となるのは1944年8月5日のことである。カイシー・シャーマンは第一空母任務軍司令官となった。第58任務部隊、パラオからマリアナ空母、レキシントンでのミッチャー3月23日、ミッチャー率いる第58任務部隊は、 パラオとカロリン諸島に打撃を与えるために出撃する。3月30日から31日にかけてのパラオ大空襲で再び多くの日本艦船に打撃を与えた後、4月にはニューギニアの沿岸でダグラス・マッカーサー陸軍大将を率いる部隊の支援を行う。6月に入るとマリアナ諸島攻略に先立って指揮下の任務軍にマリアナ諸島、伊王島、 小笠原諸島の日本軍航空基地を今一度叩かせた。幸いなことに、この頃にはスプルーアンスはミッチャーを信頼するようになり、戦闘に関しても大きな権限を与えるようになっていた。ミッドウェイ以来続いた確執は、ほぼ2年経って消え去ったのである。もっとも、マリアナ諸島をめぐる、戦いの中で起こった6月19日から20日に、かけてのマリアナ沖海戦では、 小沢わ三郎中将を率いる第一機動艦隊に対して白母攻撃を仕掛け空母、飛養を撃沈して随格に初めての損傷を与える戦果を挙げたものの6月19日に限ってはスプルーアンスがミッチャーの進言した精神策を却下して慎重策を採用したためこの日は護衛の戦闘機が斜面取り狩りに勤しんだだけだった アンチスプルーアンスの連中はこのことを批判したが、キングやニミッツはスプルーアンスの新調策を擁護した。第38任務部隊フィリピンマリアナの戦いがアメリカの勝利に帰すると、第5艦隊は第3艦隊と交代して、司令部は休養に入ることとなった。しかし、ミッチャーは3ヶ月間限定で高速空母任務部隊司令官の地位から動かなかった。 第3艦隊での第2高速空母任務部隊司令官に内定していたマケインの技量が十分ではなかったため、マケインに第38.1任務軍を与えて研修機関としたためである。第5艦隊と第3艦隊の交代は8月26日付で行われたが、ミッチャーは北は伊央島攻撃、南はパラオ攻撃と転戦の真っ最中であった。 9月11日に、ハルゼーの機関である戦艦、ニュージャージーが、第58任務部隊から、名前だけ転じただけの、第38任務部隊に合流し、ハルゼーは、ミッチャーの機関である空母、レキシントンを訪問して、階段を持った。階段でミッチャーは、ハルゼーに、みんなな音攻撃は時間の浪費だったと訴え、ハルゼーは、この一言にヒントを得て、レーテ島奪還を上層部に進言し、 これまでの進撃計画は修正されて、レーテ島奪還が決まった。ハルゼーもまた、スプルーアンスと同様に高速空母任務部隊の全権をミッチャーに委ね、自身は目標選定などに徹した。10月に入って、ミッチャーの第38任務部隊は沖縄への空襲、これに対する日本側の反撃及び、ルソン島攻撃を経て10月20日からのレーテ島の戦い及び、 レーテ沖海戦と戦うが、連戦の影響によるものか、ミッチャーの健康状態は再び下降戦に差し掛かろうとしていた。ミッチャー自身はむしろ、乗組員の反応が次第に悪くなっていっていることを懸念していた。10月下旬に、うるしい干渉での休養が計画されたが、クリタの日本艦隊が出現してきたことによって、計画は中止された。海戦では、随格、戦艦、 武蔵などを撃沈して、連合艦隊を崩壊させたが、その最中の10月24日には、カイシー・シャーマンの第38.3任務軍が反撃を受けて、空母、プリンストンが炎上する。こともあろうに、ミッチャーの機関、レキシントンは、第38.3任務軍に属していたため、クリタ艦隊への攻撃に支障が出た。プリンストンは、最終的に、 その火災が夜間攻撃の目印となることを危惧した、ミッチャーの命によって処分された。開戦後の10月30日、第38.3任務軍は、ウルシーに帰稿し、ミッチャーは負けンに高速空母任務部隊司令官の権限を移譲して、休養に入り、高速空母任務部隊司令官としての最初の戦いを終えた。第58任務部隊、伊王島と沖縄従事務用 インディアナポリス艦上にて、左からスプルーアンス、ミッチャー、ニミツ、ウィリス・ a d 1945年1月、休養と直期作戦検討を終えた、スプルーアンス以下の第5艦隊司令部は戦線に復帰した。高速空母任務部隊司令官として、再び第58任務部隊の指揮を取り始めた。ミッチャーは、異様島の戦いの支援及び、 その援護としての関東地方への空襲を行う。同リットル空襲以来、約2年ぶりに空母からの空襲を行うに際して、ミッチャーは、バークと協議して、敵味方の区別が容易に判断できる着艦方法を考案し、また夜間戦闘機を搭載した空母を帯同させて、隙を伺おうとする日本機を追い払おうと考えた。このジャンボリー作戦と称する攻撃は事実上の、 奇襲となり、東京をはじめとする関東地方の日本軍飛行場、中島飛行機の工場、沿岸部の艦船や防御陣地に命中弾を与えた。一連の援護を終えた後、スプリューアンスはミッチャーに意見を求め、ミッチャーはこれに対して、日本本土と沖縄諸島への攻撃を求めて、許可されたが、攻撃は2月中には行われなかった。第58任務部隊は、時期作戦に備えて、 苦しいに祈祷して、整備を行う。3月11日夜、ミッチャーとバークは帰還であった、バンカーヒルの艦隊指揮所におり、バークが、領艦、ランドルフを眺めていたところ、アズサ特別攻撃隊の銀河のうちの一機が、ランドルフの飛行艦艦後部に命中するのを、目撃した。これが初めて見る神風特別攻撃隊であり、以後何度も付き合わされることとなる。3月中旬、 ミッチャーの第58任務部隊は沖縄及び九州近海に向けて出撃する。3月19日の九州沖航空戦で空母フランクリンが大破し、これは戦争の最後の段階における最も激しい戦闘の始まりを象徴しているようだった。4月1日から始まった沖縄戦でのミッチャーの戦いで最初の山場は早々に訪れた。 4月6日の菊水1号作戦に呼応し、戦艦、ヤマトを中心とする伊藤誠一中将の第二艦隊が瀬戸内海を出撃して沖縄に進撃していた。文後水道に配備されていた潜水艦、スレッドフィンとハックルバックが相次いで第二艦隊を発見して通報する。通報を受けたスプルーアンスは、ミッチャーに対して艦隊を監視するよう命じ、 艦砲射撃を担当していた第54任務部隊、司令官モートンエルデヨ少将に艦隊迎撃の命令を出す。デヨは第2艦隊と対決する艦艇の抽出や作戦会議に追われた。ところで、この時点でスプルーアンスは、ミッチャーの位置を知らず、また、ミッチャーもスプルーアンスとデヨの会話を傍受していた。手柄を横取りする気があったかどうかは不明だが、 マリアナ以来スプルーアンスから大きな権限を与えられていたミッチャーは、スプルーアンスの腹積もりなどとは関係なく自分の戦いに先進した。ミッチャーは第58任務部隊を精進させ、索敵機を繰り出す。4月7日朝、エセックスの索敵機は成功する第2艦隊を発見したが、その位置は沖縄ではなく佐世保に向かってもおかしくない位置だった。 ミッチャーはここでスプルーアンスに第二艦隊攻撃は自分がすべきかでヨがすべきかと言い、スプルーアンスはこれに対して機部隊において攻撃されたいと返答した。返答が来る前にミッチャーは順次攻撃隊を発進させたが、この時イギリス海軍の艦船部官から第二艦隊の正確な位置がはっきりしないまま攻撃隊を発進させたことを問われたミッチャーは、 自分が逆の立場なら通っているだろう位置に送り出したと答えた。第58任務部隊機の波状攻撃により、ヤマトや、軽巡洋艦、ヤハギ、いくつかの駆逐艦が沈没し、日本海軍は事実上崩壊した。ヤマト撃沈の方を聞いたでよは、スプルーアンスの下に駆け込んで、ミッチャー中将は命令違反でありますとも抗議したが、ミッチャーは、ミッチャーで、ヤマトを、 航空機で撃沈することは、アメリカ海軍の将来は航空戦力にかかっていることを証明することにも、つながると考えていた。ヤマトを撃沈しても、神風の洗礼は続いた。洗礼を受けたのは、戦艦、空母、巡洋艦から、下は神風の接近を探知する、レーダーピケット艦まで、様々だった。駆逐艦、マナート l ル,ルは、新手の神風。 王家で撃沈された。そして、その洗礼をミッチャーが間近で受ける日がやってくる。最後の戦い特攻を受けて炎上する、バンカーヒル特攻を受けて、全部エレベーターが吹き飛んだ瞬間のエンタープライズ5月11日、ミッチャーはバンカーヒルの艦上で戦闘海域に到着してから59日目の朝を迎えた。艦隊指揮所に陣取っていたが、それは、 日々の日課みたいなものだった。午前9時過ぎ、バンカーヒルでは朝に発進した攻撃隊を収容して、午後に発進予定の攻撃隊の発艦準備を行っていた。次の瞬間、緑色の航空機が3機突入するのが見えた。警報を受け、ミッチャーは周囲から説得された末に、鉄のヘルメットと救命胴衣を身につけ、艦隊指揮所の椅子から離れた。直後、 神風特別攻撃隊第七昭和大将族の安則生産中域機はバンカーヒルの第三エレベーターより少し後の地点に爆弾を命中させ自身も命中する。直ちに応急措置が取られたがそれから1分も経たないうちに今度は安則と同じ神風特別攻撃隊第七昭和大将族の小川清志域機が飛行甲板に突入する。その場所は 艦隊指揮所から移動してきたミッチャーとバークからわずかに6メートルしか離れていない場所で小川機の破片によりミッチャーの爆量を3名と菓子官兵7名が戦死した。直撃を逃れたミッチャーは海側のキャットウォークに移り、バークは煙に巻かれた無線室から乗組員を救助した後、ミッチャーの下に駆けつける。大破したバンカーヒルは通信手段も失われ、両艦は ミッチャーの安否すら知ることができなかった。また、突入によりミッチャーの司令官用個室と資質も粉砕され、衣類や文書もなくなってしまった。しばらくするとミッチャーは暗くなっていたものの、過労死で残った艦隊指揮所に戻り、再び椅子に座って艦の機器の状態を調べ始めた。また、第58任務部隊の指揮をカイシーシャーマンに一時的に異常させた。 バンカーヒルは激しく炎上したが、乗組員や、両艦の決死の働きにより、午後遅くには山場を越えることができたが、完全な沈下はしていなかった。バークは生き残った爆料を召集し、駆逐艦、イングリッシュを呼び寄せて、異常を開始する。しかし、ミッチャーは火災により、飛行甲板に出られなかったので、環境から吊り下げ型救命部位で、イングリッシュに移っていき、さらに、 エンタープライズに移って新しい機関とした。新たにエンタープライズに正気を翻したミッチャーではあったが、この幸運の良い,いも安住の地ではなかった。5月14日、神風特別攻撃隊第6筑波隊をはじめとする冷戦28機が攻撃を仕掛けてくる。その多くは戦闘機と対空砲火で撃墜されたが、第6筑波隊隊長、 富安俊介中域のみは、エンタープライズめがけて突入してくる。突入の最後の瞬間、エンタープライズでは、伊手以外は、全員看板に伏せるよう指示されたが、富安機の突入後に爆料が見起こすと、ミッチャーのみ依然として、看板上で立っていた。富安機の一撃は、エンタープライズに、再起不能の損傷を与え、その戦力に幕を引かせる結果をもたらした。 ミッチャーは再び機関を変更しなければならず、一旦前線から下がってから、ランドルフに移っていった。沖縄戦の最中の5月27日、ニミッツは第5艦隊と第3艦隊の入れ替えを行い、第58任務部隊改め、第38任務部隊の指揮はマケインに譲られた。沖縄戦での約2ヶ月間、ミッチャーはろくな休養もなく、 第58任務部隊を指揮し続け、また相次ぐ神風特攻隊の攻撃は、ミッチャーに少なからぬ動揺を与えていた。そのせいか、ミッチャーは、体重が45キロ以下と、ガリガリになるほど心身を消耗し、もはや周囲の助けなしでは、原則のはしごを登ることができなかった。戦艦、水ズりでの事務引き継ぎの海岸で、ミッチャーと顔を合わせた春勢は、歩く骸骨のような、 ミッチャーの姿にショックを受けた。第5艦隊は将来行われるダウンホール作戦のための準備を指示されたが、そのスタッフの中にミッチャーはいなかった。第58任務部隊を指揮する第1高速空母任務部隊司令官の職はカイシーシャーマンに譲られ、ダウンホール作戦では第58任務部隊は第38任務部隊と分離して行動する予定となっていたが、 日本の降伏によりカイシー・シャーマンが実際に戦闘の指揮を執ることはなかった。バンカーヒルド・エンタープライズの苦闘は、ミッチャーの戦歴の最終章となった。ミッチャーは本国へ帰還後、1945年7月14日付で海軍作戦部次長に就任する。終戦後の1945年11月、ミッチャーはジェームズ・フォレスタル海軍長官から、 キングの後任として、海軍作戦部長への就任を要請される。フォレスタルはこれより少し前に、ミッチャーに戦後のアメリカ海軍のあり方について意見を求め、その意見に対して直接話を聞くためミッチャーを呼び出し、ついでに海軍作戦部長への就任を要請したものだった。また、フォレスタルは平和の時代の海軍作戦部長には、例えば、 ニミッツのような英雄的な大物は不向きとも考えていた。しかし、要請を受けたミッチャーはその任にあらずとして、要請を辞退し、キングの後任にはニミッツがついた。1945年12月に海軍再編成で創設された第8、艦隊司令官に就任し、ついで1946年3月1日に、大西洋艦隊司令長官に就任、同時に大将に昇進する。 しかし、それから一年も経たない1947年2月3日、ミッチャーは、現役のまま心臓発作のため、ノーホークの海軍病院で死去した。60歳の誕生日を迎えてから、わずか8日後のことだった。アーリントン国立墓地に埋葬されている。ミッチャー大将は、米海軍が生んだ最も偉大な帝督の一人である。だが彼は戦争の英雄ということを除いて、 よく知られずに死んだと言っていい。彼はどんな形であれ、自己宣伝は避けた人だ。名声の頂点に行った時ですら、避けられる時には、決して、スピーチをやらなかった。この自己主張の時代に、彼は沈黙の人だった。このため、人によっては、彼は、縁の遠い、遠惑させる人のように思えた。イブニングニュース史、ニューヨーク、谷光太郎、米軍提督と太平洋、 戦争四百三十八ページ小柄で痩せ型。干からびたような顔には深いシワがあり、寡黙で聞き取れないくらいの低い声で話す。言動、風貌ともに派手なところが全くない。谷光太郎、米軍提督と太平洋、戦争四百十六ページ上記の追悼記事及び、経営学者の谷光太郎の著述でも触れられているが、ミッチャーは、ハルゼや、陸軍のマッカーサー、 ジョージ・パットンなどのように何か発言すれば、贈り物攻めにあったり、時には物議を醸すようなスピーチなどは、ほとんどしなかった。海軍軍人の多くも、ミッチャーを強靭で寡黙な、戦う帝徳だとみなしていた。ミッチャーが何かしら発言をした機会の一つは、沖縄戦の初期段階で、大従軍司令官サイモン・ B ・ー・バックナー・ジュニア中将の、 キーブリが気に入らなかったニミッツがバックナーを批判した際、この批判に乗っかったマスコミや、軍同士の争いを鎮静化するためにフォレスタルやターナー、批判の当事者だったニミッツらと共に、バックナーを擁護するための声明を出した時だった。気度哀楽も滅多に表情に出さず、ミッドウェイ海戦で、ホーネットの来撃機体が全滅した報告を受けた。 時とバンカーヒルが前述の特攻攻撃を受けて多くの爆料を失った時にしか感情を表に出さなかったと伝えられている。司令官として大きな権限を与えられていたが、ペーパーワークはバークなど参謀や指揮下の空母軍司令官たちに一任して、自身は自らが望む作戦を簡単に伝える以外は何も言わず完成した作戦計画すら目を通さなかった。 谷光は、ミッチャーの科目ぶりの由来を母、ミルタに求めている。しかし、実際にミッチャーと間近で接した人物によれば、ミッチャーは、驚くほど優しい、周囲をほっとさせてくれるような笑顔の持ち主だったという。周囲の金銭をうまくつかむという点では、自身が早々期からの航空人で、パイロットの中のパイロットと異形されていたこともあり、特に、パイロットとのかかりりを重視した。 戦火報告はこと細かく求めるものの、そのやり取り自体は打ち解けた雰囲気のもとで行われ、まるで飛行機の模型で遊ぶ子供たちみたいな感じで行われた。また、マリアナ沖海戦での白母攻撃の際には、攻撃隊の起祷のために全艦隊にサーチライトを照射させてその助けとした。パイロットもそういったミッチャーの思いやりに応えるべく、 機体に食い込んだ爆弾の破片を熱意の証として、ミッチャーや爆量に見せつけたこともあった。パイロットや乗組員は元より、司令官クラスの上級将校にも、ミッチャーの信奉者はおり、ミッチャー以外の指揮で戦うことを拒んだ者もいた。タワーズとは違って、積極的に古文を作ることはなかったが、一見では知ることのできない魅力によって、 自然発生的に信奉者が集まってきたと言える。消極的な戦闘を行ったとミッチャーに判断された空母軍司令官は躊躇なくその首を切られたが、その数は二人に止まっている。もっともミッチャーとて周囲に知られたくないこともあった。ミッチャーは体の至るところに入れ墨を入れていたが、これを隠すために女性用のナイトガウンのような 床まで届くヨレヨレのナイトシャツを着用していた。ある夜、ミッチャー付きの信号手は、ナイトシャツの着用後のミッチャーを見て驚いたが、次の日に着用前のミッチャーの姿を見て、さらに驚いた。谷光はまた、風貌と戦後の経歴以外の点で、ミッチャーとカーチする名空軍大将には、共通点が多いことを指摘する。共通点部門では他に、 ミッチャーとジョイエス・マケインシニアがまず風貌の点で類似していた。正暴ではない帽子を愛用していたのも共通するが、ミッチャーが愛用していたベースボールキャップとは違い、マケインの作業棒は少なくとも春勢には気に入られていなかった。また、両人とも戦争で体調を崩し、戦争終結後の早い時期に心臓発作で共に用を去っている。 海軍兵学校の卒業年次に換算すると、名雲、沢本より塚原243らを排出した36期に相当する。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、三河軍一、栗田武夫、後藤尊次、戸塚道太郎らを排出した38期に相当する。ミッチャー以外の卒業成績は、カイシーシャーマン24位、パウナル81位で、ムーアの順位は不明。 他には、ハルゼー、ターナーなど、谷光 P426 では、合衆国艦隊戦人参謀会4ユーコルセアの、ウィジンの戦いでもある。主に広報関連担当で、タワーズとフナカのキングが、タワーズをワシントンから放逐するために作った、部隊であり、その司令官は事実上の感触。前線働きを熱望していたタワーズも、同時にマケインの後任として、 第38任務部隊を率いる第2高速空母任務部隊司令官に就いたが、やはり実際に戦闘の指揮を取ることはなかった。谷光ピアニッシも485から486。ただし、当該ページで取り上げられているジョゼフ・ J ・ジョッコー・クラーク大将は、マッケーン中将の下で戦うことを嫌いとあるが、実際には1945年5月の指揮権の 交代以後しばらくは、マケインの下で行動している。しかし、クラークが指揮する任務軍は、ハルゼーとマケインの判断に振り回され、台風により大きな損害をこむった。風貌は、対照的だが、無口、小声、身体、精神の眼検査、航空位置図といった点で、ミッチャーとルメイには共通点が多い。ありがとうございます。